っと剣王が姿を現した。激闘を終えた塩崎の前に先ほどジェイクを破った剣王が歩み寄っていきます。塩崎、もう次の敵が現れました。さあ剣王とも因縁がある、夏の横浜で60分フルタイムで戦ったこともある、塩崎の前に剣王。さあ今お聞きください、曽山ダビに大きな拍手が送られています。曽山ダビあっぱれ。さあその曽山の姿を見届けるようにして塩崎が今剣王の前に立ちます。両者が視察戦、言葉を交わさずに今剣王が下がっていきます。ご覧のように9月3日エディオリーの大阪第一競技場 N1 ビクトリー最終戦、そのメインで行われます優勝決定戦は A ブロック1位剣王対 B ブロック1位塩崎豪となったわけであります。さあ剣王も足を引きずりながら手負いの剣王が引き上げていきます。2017年はこの2人でグローバルリーグ戦の優勝戦が争われました。その時は剣王が優勝しています。さあそういった歴史が繰り返す今年の N1 ビクトリー、ひとまず塩崎がこの B ブロック、まさに死のリーグを走り切ったわけであります。勝さん、ありがとう。そりゃ、ありがとう。そして川崎、本当にありがとう。遠藤ビクトリー大阪で優勝、俺がいただきます。今日は本当にありがとう。開口一番、中島選手そして曽谷選手への感謝の気持ちを述べ、そしてこの川崎のファンにお礼を述べ倒れ込みました。いやもう井上さん、はい、本当にここまで、もう傷だらけでね、
走ってきたという感じですよね。塩崎はもうそうですね、ただね、塩崎選手茨道だからこそ似合うんですよね。確かにそうですね。このね、さまざまなね強敵たちを倒してたどり着いた決勝の舞台、そしてね気の利いた言葉じゃなくてね、もう素直なシンプルな言葉、それがね塩崎選手の全てですよね。本当にシンプルにねこのプロレスに邁進してきた塩崎選手らしいね今日の2試合、そしてマイクでしたよね。たすきりなさん、塩崎選手がまあ最終的には勝ち残ったわけですが、いかがでしたか。いやー、すごい試合見ましたね。これ9月3日まで体力治ったんですか大丈夫ですかね。本当にね、今日は濃密な1日でした。さあ、そして出た結果がこの天王対塩崎という今年の N1 ビクトリーの優勝決定戦になります。いやー、しかし斉藤選手、はい、本当にこの優勝決定戦に駒を進める、もう格も過酷なものだなと。過酷ですね、でも今日見て思ったんですけど、どの試合も傷だらけの男ってかっこいいですね。しか